マイケル・アンソニー・イースラーはアメリカ合衆国をハイし州クリーブランド出身の元プロ野球選手、コーチ。同じくプロ野球選手のクリフ・ジョンソンは義兄邸に当たる。1969年の MLB ドラフト14巡目でヒューストン・アストロズに入団し、1973年9月5日のレッツ戦で延長11回裏にスキップジャッツの代打で、 メジャーデビューを果たすが、結果は、ピッチャーごろに終わり、この試合の最後の打者となった。ピッツバーグパイレーツ時代の1980年に、レギュラーに定着し、6月12日のレッツ戦で、サイクルアンダを記録。1981年には、MLB オールスターゲームに出場。6回裏の守備から出場し、2打数1アンダ1四球1得点を記録。メジャーでは、 実動14年で6球団を渡り歩き、学生時代からザ・ヒットマンの異名でも知られていた。1988年シーズン途中、トニー・ブリューアとブライアン・デイエットがことごとく怪我で戦線離脱し外国人スケット選手が不足していた NPB の日本ハムファイターズに入団。NPB デビュー戦となった五月十九日のロッテ戦で一回表に小川博から 初打席本塁打を記録し、同年は3番、田中幸男、5番、大島康則とクリーンアップを組み、結局デビュー戦から最終戦まで、すべて4番、指名打者で、スタメン出場を果たした。シーズン最終戦の最終打席で、規定打席に到達し、いずれもチームトップの打率。304、19本塁打を残し、当時貧弱であったファイターズ打線の中で起用。 破期前年に続く A クラス入りに大きく貢献。極端なアッパースイングでフォロースルーでバットをすくい上げる独特のフォームが話題となり、1989年も開幕から主軸を打っていたが、当時38歳の高齢と相次ぐ怪我に泣かされ出場機会も減り、最後は肋骨の亀裂骨折で戦線離脱したまま現役を引退。引退後は A。 マイアミミラクル監督、ミルウォーキーブルワーズボストンレッドソックス打撃コーチ、セントルイスカージナルス打撃コーチを務めた。カージナルス対談後は、フロンティアリーグのフローレンス・フリーダム監督、ドジャース参加ツーエージャクソンビル・サンズさん、エーラス・ベガス・フィフティワンズ・ドジャース打撃コーチを務めた。2008年1月22日に、打撃コーチとして発表されたドン・マッティングリーが、 個人的な理由でつかないことを選択したため、上通理監督が新しい打撃コーチとしてイースラーを指名。開幕後は7月9日に解任され、マッティングリーが後任に戻ると発表された。イースラーは残りのシーズンをマイナーリーグの打撃インストラクターとして働いた。2011年はメッツ参加のトリプル A 級バッファローバイソンズ打撃コーチを務めた。 イースラーの対談と入れ替わりに日本ハムでプレーしたマット・ウィンタースによれば外国人選手では珍しく納豆が食べられたというテレビ番組トンネルズの皆さんのおかげでしたナイの博士と助手細かすぎて伝わらないモノマネ選手権では野球モノマネとして杉浦壮介が霊霊するイースラーのネタでたびたび登場してその独特な打撃フォームを披露していたが後半は 実際には確認できていないような状況まで再現することが恒例となっていた。ありがとうございます。